中野大我が大我ドラマの主演に決定し、今回の決定に対しいち早く祝福のコメントを出したのは、何を隠そう父で俳優の中野秀夫だった。そんな父親について息子の大我は、僕もともとの芸名は名字がなかったんです、それぐらい二世俳優っていうのを言わずにいたんですけど、親父がなんでか勝手に僕の番組とかにツイートし始めちゃって、言わないって約束したじゃん、何のために名字省いてんのと抗議したんですけど、もう止まらないんで、じゃあ宣伝部長ってことでやってもらおうって気持ちで今はいると語った。一方の父親は、僕の原点であるチョロ役のドラマを見るように勧めても、親父の芝居を見ても勉強にならないからときっぱり断られたと残念そうにしていたという。